ご視聴ありがとうございます。新年、明けましておめでとうございます。今年もどうぞ、よろしくお願いいたします。今回は、年明けということで、パーソナルコンピューターの夜明けでもある、世界初の、パソコンの誕生、そして後に、ソフトウェア帝国を、築くことになる、ビル・ゲイツの登場をご紹介させていただきます。個人一人に、コンピューターを持つことができるようになる、パーソナルコンピューターが誕生したのは、IBM PC や、PC98 が生まれる、7年前の74年のこと。当時、メインフレームや、ミニコンといった、コンピューターは、まだ研究所や、企業などで占有されていた時代。突如現れた、この小さなコンピューターから、パソコンの歴史が始まるんだ。そして、サードパーティーや、ソフトウェアも発展し、マイクロソフトや、アップルなどの、ベンチャー企業が急成長する、時代がやってくる。世界初のパーソナルコンピューター、アルテア、アメリカに生まれる。1973年、アメリカの、大手半導体メーカーが、電卓市場に参入し、価格競争を仕掛けると、電卓キットの販売で急成長していた MITS 社は、たちまち窮地に追い込まれてしまう。この会社がこの商品を39ドルで発売していたにもかかわらず、近くのスーパーマーケットでは10ドルも安い29ドルで並び始めていた。エレクトロニクスに対するマニアックな興味から会社を立ち上げることになったエド・ロバーツは、会社を畳むのか、それとももう一度勝負に出るのか、という選択を迫られていたんだ。ちょうどその頃、半導体メーカーのインテルが、新しいマイクロコンピューターを、発表しており、後に、半導体業界の巨人になる、この会社は、3年前の、71年に、世界最初のマイクロプロセッサー、4004を開発し、翌年には、8008を発売、次に登場したのが、この8080なんだ。その後、パーソナルコンピューターに、広く採用されることになる、このチップに、エド・ロバーツは、いち早く目をつけ、一匹狼の気概にあふれる、彼は、この80を仕入れ、桁外れに低価格なコンピューターを販売すれば儲かるかもしれない。と考えた彼は、350ドルで市場で出回っていた、このチップを、インテルから大量に仕入れる条件と引き換えに、75ドルで買い付けることに成功するんだ。部品をかき集め、商品らしく体裁を整え、ケースを用意し、アルテア8800と名付けられた、組み立てキットを発売しようとしていたんだ。そしてこの商品は、翌年の75年に、世界で最も売れている、工学雑誌に掲載されることになるんだ。市販のモデルに型を並べる、世界初のミニコンピューターキットの、発売。との、賛辞が添えられ、表紙に掲載されることに。読者が、1000ドル以上、お得の文字に惹かれ、読み進めると。アルテアは、400ドル以下で作ることができる。との、タイトルが目に飛び込み。この会社の連絡先と、同社から完全なキットが、397ドルで、提供されると掲載されていたんだ。インテルのチップを、バラで手に入れるには、350ドルすることを考えれば、あと47ドルで、組み立て式の、コンピューターを購入できるという、実にお買い得な商品だったんだ。何の役に立つか、わからないけど、397ドルで、ともかく、自分のコンピューターが手に入る。そしてこの雑誌は、74年の12月半ばから、書店に並び始め、エド・ロバーツは当初、雑誌への掲載の反響から、400台くらいの注文は、なんとか受注できるかもしれない。と考えていた。しかし、雑誌が読者の手元に届いた、その日の朝、MITS の電話が、鳴り響いたのである。彼の予想に反し、倒産寸前のこの会社は、その日のうちに、400台分の注文を、受注し、やがて、アメリカ中から、小切手や、郵便為替を同封した注文書が、殺到し始めたんだ。そう、これが後に、世界規模のマイコンブームの、起爆剤となる、パーソナルコンピューターの始まりなんだ。ポール・アレンと、ビル・ゲイツ、コンピューターとの出会い。ボストンで、プログラマーとして働いている、ある若者もまた、この雑誌のアルテアの記事に、引きつけられた、読者の一人であった。記事を読み進めるうち、彼の胸には、興奮と、焦りの入り混じった思いを、抑えられずにいた。やはりこうなったか。こうなると決まっていたんだ。とつぶやくと、彼は、高校時代の後輩で、これまで何度もソフト開発で、コンビを組んできた、相棒の、ビル・ゲイツの元に走ったのである。そう、この若者こそ、後にゲイツと共にマイクロソフトを、創立する、ポール・アレンなんだ。彼と、ビル・ゲイツを結びつけたのは、二人が通った、レイクサイドスクールでの、コンピューターの授業でのこと。この私立の名門校、レイクサイドスクールでは、母親クラブの呼びかけから、いち早く、コンピューター教育に取り組むことが進められ。しかし、当時のコンピューターは、とても高価なため、購入できず。そこで学校は、一計を案じ、ミニコンピューターを保有している、ゼネラル・エレクトリック社と、交渉し、使用時間に応じて、料金を支払うという、タイムシェアリングの契約を結ぶことにしたんだ。こうして、
高校のコンピュータールームには、端末が設置され、このマシンを通して、ジェネラルエレクトリックのコンピューターに、接続し、割り振られたマシンの処理能力を、利用できるようになったんだ。生徒の母親たちは、ガラクタ1を開き、この年の利用料に当てようと、3000ドルを集めることに。当時は、高校生がコンピューターに、触れることなど、まずなかった時代。幸運にも、この学校の生徒は、多感な少年時代に、コンピューターを体験できる環境が、整っていたんだ。1955年、10月に生まれた、ビル・ゲイツは、当時13歳の8年生。年上の、ポール・アレンは、10年生になっていた。授業で、初めてコンピューターに触れることになる、少年ビル・ゲイツは、端末テレタイプの向こうから、マシンが反応を返してくることに、驚きながらも、途端に興味を持つようになるんだ。こうして、この少年は、このマシンの虜となり、三目並べを手始めに、ゲームプログラムを書き始め、それを改良したり、友達と見せ合ったりと、コンピューターにのめり込んでいったんだ。しかし、ゲイツたちが、この端末を独占することはできなかった。上級生の何人かも、同時に、このマシンの虜となっており、そんな中の一人に、ポール・アレンがいたんだ。コンピューターに取り憑かれた生徒の中でも、ポールとゲイツの熱中度は、異常なほど群を抜いており、アレンは、効率よくプログラムが書ける、アセンブリー言語に興味を持ち、一方のゲイツは、簡単にプログラムを作ることができる、ベーシックに惹かれていた。後に、この言語は、マイクロソフトの躍進のきっかけにもなり、パーソナルコンピューターの、標準言語として、世界中で利用されるようになるんだ。やがて、親たちの集めた、3000ドルは、数週間で使い果たされ、コンピューター会社から送られてくる、高額な請求に、目を丸くした学校は、たまりかねて、二人の両親に料金の、一部負担を求める事態に。さらに、この年の秋には、二人のコンピューター熱を、一層煽り、少年たちの技を磨く、絶好の機会を提供する、ある会社が登場する。それは、コンピューターの使用時間を、切り売りするビジネスを、目指して設立された、CCC 社なんだ。学校が、コンピューターを利用していることを、引きつけた、この企業は、サービスの売り込みに成功し、レイクサイドスクールへの、コンピューターサービスを始めるんだ。ここから二人の、ハッカーとしての、悪童ぶりが発揮される。この会社のマシンに、面白そうなプログラムが、たくさん詰まっていることを発見した、アレンとゲイツは、システムの中を、しらみつぶしに探索し始め、通常の操作では触れることのできない、データにまで忍び込み、時には、システムを使用不能の状態に陥らせることも、バグと呼ばれる、プログラムの誤りや、予想していない操作など、二人は、クラッシュと呼ばれる、使用不能状態にまでしてしまっていたんだ。このミニコンには、こうした脇の甘さや、バグが数多く残されていたため、一旦コンピューターがクラッシュすると、多くの利用者たちが、一斉にシステムを利用できなくなってしまう。少年たちの熱中ぶりに、手を焼いた、CCC 社は、もともと脆弱性のある、このシステムを徹底的に、洗い直すため、逆に、少年たちを利用することを試案する。この会社は、このミニコンを、仕入れた時に、システムソフトウェアのバグを、継続的に発見している間は、代金の支払いを猶予する。という契約を、DEC と結んでいた。こうして、夕方と、週末に限り、ポールとゲイツは、好きなだけコンピューターを、触れる代わりに、どんな操作をした時に、システムがクラッシュするかを、詳細に記録する約束を、交わしたんだ。二人は、好きなだけコンピューターを使って良いという、夢のようなチャンスを与えられ、若さの特権を、十二分に発揮し、貪欲にコンピューターの知識を蓄え、目覚ましい勢いで、プログラミングの力を養っていったんだ。若者たちも、初めての企業体験。72年の秋には、アレンは、地元のワシントン州立大学に進み、コンピューター科学を専攻する。この頃彼は、プログラミングの力を、ビジネスに活かせないものか。と、思い立ち、在学中のゲイツを誘い、道路の交通量に関するデータの、解析を看板に掲げ、会社を設立する。それは、道路に仕掛けられた、測定装置の吐き出すデータを、解析し、これに基づき、最適な信号の切り替え時間を、提案するというビジネスを、考え、低料金と、迅速な処理を謳い文句に、地方自治体に売り込みを図り、初めての会社設立で、二人は、およそ、2万ドルを売り上げることに成功する。さらに、この年の夏、後にパーソナルコンピュータの、布石となる転機が、彼らに訪れていた。アレンがコンピュータ雑誌の、143ページ目の、記事をゲイツに見せると、そこには、インテルがついに、8ビットの、マイクロプロセッサーを開発したと、掲載されていた。このチップを扱うための、便利なソフトウェアが存在していないことに、目をつけた二人は、このチップ用の、ベーシックを作れないかと考え、早速、プログラムを書き始め。ところが、実際にソフト開発を、してみると、このプロセッサーの能力で、ベーシックを乗せるのは、難しいかもしれない。そう、
このマイクロコンピューターでは、まだベーシック言語が使えるほどの、性能が備わっていなかったんだ。こうして、二人の、ソフトウェア製品を作り出すという夢は、挫折することに。しかし、彼らは、このチップは、確かに、今のコンピューターに比べれば、ごく限られた性能しかないのかもしれない。しかし、もう少し、高性能な、プロセッサーが登場すれば、もしかしたら、面白いソフトウェアが作れる可能性がある。と、二人は、パーソナルコンピュータの実現を、待ち望みながら、チャンスを待つことに。73年から、アレンと、ゲイツは、大手電機メーカーの、TRW 社で、フルタイムのプログラマーとして、働き始め、経験を積んだプロとの共同作業で、二人は、一層プログラミングの技に、磨きをかけることになるんだ。しかし、学校の卒業間近になると、ゲイツは、秋から大学に進学することを、考えるようになり、かねてから、アレンと話し合っていた、ソフトウェアの会社を、本格的に始める話にも、惹かれていたんだけれども、もう一歩、踏み込むことができず、結局、進学する道を、選んだんだ。そして、9月には、ハーバード大学のある、ボストンに移り、専攻は、父親と同じ弁護士を目指し、法律学を学ぶことに。その後、アレンもボストンで、プログラムの仕事に就き、東海岸で、二人は再び、再会することになるんだ。そんな翌年の、74年、インテルから、大幅に機能強化された、8080が発表される。これを知ったアレンとゲイツは、これで、もう、複雑で、巨大なコンピューターの時代は、終わりを告げ、一人一台の、マイクロコンピューターの世界が、必ずやってくる。と、感じていた。そこで二人は、再び、ソフトウェアの開発に着手し、大手のコンピュータ会社に、売り込みを開始する。しかし、二人の提案に対する反応は、どの会社からも全くなく。そう、大手メーカーは、未だにマイクロコンピューターに、関心を示していなかったんだ。二人が、なかなかチャンスを、掴むことができずにいた、そんな翌年の、75年。アレンが、ポピュラーエレクトロニクスで、アルテアの記事と出会ったのは、そんな時であった。アレンは、ハーバード大学の寮へと、走り込み、アルテアの記事が掲載された雑誌を、ゲイツに見せながら、ビル、俺たち抜きで、マイクロコンピューターが動き始めている。とうとう、僕たちが待ち望んだ世界が、やってきたんだ。だけど、もしかしたら、もう誰かがこのマシンのソフトを、書き始めているかもしれない。アレンの言葉に、ゲイツの奥底から興奮と、焦りの入り混じった思いが、溢れてきた。ビル、このまま立ちすくんでいたが、列車に乗り遅れてしまう。そう、二人は、是が非でも、コンピューター革命の第一ステージに参加したかったんだ。そう、待ち望んでいたパーソナルコンピューターがついに登場したのである。それはゲイツの中から全ての迷いが吹っ切れた瞬間だった。ポール、もう一度会社を起こそう。二人の最初の仕事は決まっていた。彼らが何度も求め続けたマイクロコンピューター用のベーシックの開発である。いよいよビル・ゲイツが世界初のパーソナルコンピューターのプログラムを書き始める。それはその後ソフトウェア帝国を築くことになるマイクロソフトの誕生であり、世界規模のマイコンブームの始まりでもあるんだ。そして、数年後には、このパーソナルコンピュータは、意外な形で、発展を遂げ、70年代末には、後にスマートフォンで世界を、変えることになる、あのメーカーも登場する。今回はここまで。次回は、マイクロソフトの誕生、そして、二人の、スティーブの登場をご紹介させていただきます。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。